山田祐介は日本の海軍軍人。水雷帝、千鳥帝長として友鶴事件に再開。太平洋戦争において第六駆逐隊司令として第三次ソロモン海戦で戦死した。最終階級は海軍少将。現在の山形県米沢市出身。米沢中学を経て海軍兵学校へ進む。山田は海兵四十八期で、 同期生171名中、中尉の成績で卒業した。今野信夫は、中学、海兵の同期生で、共に、米沢海軍部官会会員である。1921年6月少位任官。山田は、水来学校高等科学生を修了した、水来専攻の士官で、教官配置以外は、幹線勤務が続いた。大医時代は、駆逐官、疾風、 夕風の水雷町や海兵教官を務める。長野お宮や大港直太郎らが校長の時期であった。第1号総海艇艇長、連駆地区艦長を経て、1933年5月、水雷艇、千鳥偽装委員長就任。トップヘビー状態の水雷艇、千鳥ロンドン海軍軍縮条約は600トン未満の官邸に制限を設けなかったため、 軍令部は600トンクラスの艦艇で従来の二等駆逐艦の性能を実現しようと図る。こうして建造されたのが千鳥型水雷艇で、千鳥はその一番艦であった。山田は同艦の竣工後に定調となるが、千鳥は一見して重心が高い、いわゆるトップヘビー状態であった。復元力の不足を懸念し、 山田に意見を求めた同期生は山田は関西本部において造船の権威が設計されたのだから心配ないという考えのようだったと解雇している。千鳥は第21定隊の司令艇で同系官の友鶴、真鶴の三艇からなり、艇長は3名とも海兵48規制であった。1934年3月11日夜半。 21艇隊は、軽巡洋艦、立田に対する魚雷発射訓練を予定していたが、好転のため帰路に着く。その最中、友鶴で転覆事故が起きた。山田は橋本を補佐して、事後処理にあたり、巡職上院の慰霊祭や、遺族の慰問を率先して行っている。左門会に臨む、際の山田は、辞表を認め海軍に対する直言を行う、心づもりであった。 この後、波風、電、夕入リの各駆逐艦長、人通副長、水雷学校協会を経て、第23駆逐隊司令に就任した。第3次ソロモン海戦では、ダニエル・ J ・キャラハンとノーマン・スコット両少将も、戦死した23駆逐隊は、ムツキ型駆逐艦三隻、ウズキ、キクズキ、ユウズキで構成され、第2航空戦隊所属であった。海戦後は、 グアム島攻略船で輸送船団の護衛を務める。しかし、開戦直後に妻が病死し、山田は火星整理のため任を離れ帰国した。人事局からは海兵幹事を内示されたが、山田は前線勤務を希望し、1942年4月に第六駆逐隊司令に補えされる。第六駆逐隊は吹雪型駆逐艦四隻、響き、暁、雷、 電からなり、ミッドウェイ海戦では、北方部隊に加わり、第四航空戦隊の名前や、キスカ島攻略戦に従った。8月、山田が座城する司令駆逐艦、響の艦長に、中学の後輩でもあった、工藤俊作が着任したが、響は、短艦での行動に移り、赤月が司令駆逐艦となる。第六駆逐艦隊は、空母、随宝の護衛として、 トラックへ進出し、運用の護衛や、ガダルカナル島への輸送任務を果たした。10月25日、山田が引きる、赤月、雷、白露は、ガダルカナル島近海で大型引き船、懲戒艦艇各一隻を撃沈し、総海艇一隻に損害を与えた。11月1日付で大佐へ進級し、3日には、ガダルカナル島砲撃に向かう戦艦、比例。 霧島の護衛として、帰下三隻の駆逐艦を率いて出撃した。12日夜、第六駆逐隊は、ルンガ三沖で敵艦部隊を発見し、山田が座上をする赤月は、単焦島による照射を行った。この行為は自軍に敵の所在を明らかにする利点があったが、同時に敵軍に事故の所在を明らかにする危険を伴っていた。赤月は、砲戦に移るが、 敵艦からの砲撃で戦闘不能に陥り沈没、山田をはじめ上院の大部分は戦死した。第3次ソロモン海戦における赤月の生存者数については12名や20名余りなどの数字がある。米沢中学出身の48期生には他にカメラ広島がおり、また足沢文雄も米沢ゆかりの人物であった。 山田の着任日については8月13日とするものがあり、この場合山田はミッドウェイ海戦には参加していない。ありがとうございます。